皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。ストーリー。かつて映画を誇ったこの大国は、今や重大な危機に直面していた。独裁者バングラー、彼はいつしかこの国の大統領の座にありつき、強力な軍隊の力を持って、国民を制圧した。人々は洗脳され、考える自由さえ失った。社会は荒廃し、かつての経済大国は闇に包まれた。しかし、すべての光が消えたのではなかった。地下にくぐり、バングラー政権に対し、抵抗を続けてきた組織、革命軍、彼らはマルクという名の男のもとに、結集し、起死回生をかけた作戦を、実行しつつあった。3体のアンドロイドによるバングラーの暗殺。バングラーの軍隊と対等に渡り合える強力なマシンの完成には長い年月を要したが、テスト段階で一刻を争う事態となった。バングラーが総力を上げて、反乱者狩りを始めたからである。総攻撃を受けた革命軍は各地で敗走した。圧倒的戦力の前に、革命軍はもはやなす術もなかった。テストも行われないままアンドロイドたちは、指令を与えられた。政府軍を粉砕し、バングラーを暗殺せよ。かくして革命軍最後の、反撃が開始された。1994年1月28日に、スーパーファミコン用ソフトとして、発売されたアクションゲーム。アーケードで人気を博した横スクロール忍者アクション、ザ・忍者ウォリアーズを、パワーアップして SFC に移植。独裁者バングラーを倒して、国に平和を取り戻すのが、目的となる。操作可能キャラが3人に、強化し、パワーを貯めることで必殺技が、使用できるなど、アーケード版の面白さはそのままに、内容がさらに充実している。原作との相違点。グラフィック、BGM の変化。やや暗い色使いだった原作に比べ、本作は明るい色使いのグラフィックになり、雰囲気が激変している。BGM も総入れ替えとなった。原作のシャープで渋いテイストだった曲調に比べ、本作は重厚でかっこいい曲が多い。その他、オープニングや演出、登場する敵など、そのほとんどがリファインされており、ひたすらに原作からかけ離れている。ゲームシステムの差別化。原作では1P 側が、くのいち、2P 側が、忍者、に固定されており、性能差はわずかだった。本作ではバランスタイプの、くのいち、パワータイプの忍者、スピードタイプの2キャラ、構え立ち、から選ぶ方式に、変わり、くのいち、忍者のデザインも、リニューアル。くのいちは原作に近い風貌だが、前髪と背中の刀が追加されている。忍者は、大柄な体格に、トゲ付きリストバンドとヌンチャク、というスタイルで、男性方としての差別化が、施された。ちなみに、原作の手裏剣攻撃はくのいち、忍者ともに、使用不可。かまいたちは機械むき出しの、体に加え、両腕に内蔵された剣で、敵を切り裂くという、見た目も中身もトリッキーなキャラである。通常攻撃から発動するフィニッシュ技、複数のつかみ技、
ガードを貫通する、ブラスター、画面全体を攻撃する、ボンバー、など、2アクションが目白押し。そのプレイ感覚は原作からは、大きく様変わりしており、ベルトスクロール ACT のような性能の、キャラでやる横スクロール ACT、といったところである。豊富なアクションに対し、使用するのは十字キーと、B、X、Y ボタンのみ、X ボタンはボンバー専用、パンチは目、のような高等テクニックも、存在せず、初心者に優しい。総じて、アクションゲームとしての完成度が、非常に高く、原作の問題点であった敷居の、高さ、大味なバランスも改善されている。ラスボス、独裁者バンズラー、について、大した抵抗もせずに倒される原作と、違い、シェルターのような装置にこもって、部下を総動員してくる。バンズラー自身の戦闘能力が、皆無なのは共通。評価点、魅力を増したキャラクターたち。最大のアンドロイドは外見、性能ともに、差別化されており、それぞれ違った戦術を、要求される。ザコは最弱のナイフアーミー、銃を使うマシンガンアーミー、飛び蹴りと掴み技を持つボックス、スライディング、低級ジャンプ、体色変化、掴み向こう、を、持つピューマ、刀でガードしたり大ジャンプでこちらの、背後に回り込むくの1、ガード不能の炎を吹き替えんなんて、正面からの攻撃を常時ガードするゴーレムなど、明確な特性が与えられている。各ステージのボスもチェンソー持ち、透明化忍術の使い手、レーザー衛星に指示する分子霊感、ミニンクリのロボット兵など、個性豊か。ナイフアーミーはほぼ一撃で、倒せる反面、倒しても次々に出てくるので、敵をなぎ倒す爽快感や、投げつけの起点作りに貢献している。良好なゲームバランス。ガードとジャンプ移動を兼ねる、宙返り、が、原作以上に使いやすい。動作中は上段、下段を、使わず常時ガードでき、着地硬直は一瞬、しかも使用制限が一切なく、連発可能。さらにフライ抜け、としても使えるため、とっさに出せるようになれば強力無視。他にも、フィニッシュ技、掴み技、腹突きを、除く、ブラスター、ボンバーの、動作中は無敵。さらに、ガードのペナルティ廃止、宙返り、ボンバーによる食らい抜けなど、防御手段が豊富。パワーゲージマックスでブラスター、14消費、と、ボンバー、全消費、が使えるのだが、ゲージは時間経過でしか溜めまらないため連発不可。また、ゲージマックスになる前にダウンすると、霊になってしまうので、立ち回りのうまさが使用頻度に、直結する。どのステージも制限時間に余裕があるため、ナイフアーミー以外の敵が出てこない場所でゲージマックスを待つという戦術も有効。ザコは置き攻めに弱く、ボスは逆に無敵時間で反撃してくるなど、敵側も丁寧に調整されている。敵の攻撃に理不尽さが少ないことも特徴。不自然に吸い込むような掴み技は存在せず、飛び道具も、発生が遅い、ガード可能、などの弱点があり、総じて対処しやすい。原作同様に残機なしだが、コンティニューは回数無限、キャラ変更か、体力全開、制限時間リセット、同エリアの、最初からとなっており、ストレスが少ない。諦めずにコンティニューし続ければ、いつかはエンディングにたどり着けるだろう。また、ステージ、エリアセレクトの裏技もある。難易度ハードは、ザコの配置変更、一部ボスの、体力増加、となっており、プレイヤーが上手くなれば十分に、対処可能。良質なグラフィック、BGM。グラフィックが大きく変わったが、ただそのものは当時の SFC ゲームとして、申し分なく、キャラ、背景ともによく、書き込まれている。敵を投げつけて壊せるオブジェ、背景から飛んでくるミサイル、チェンソーで扉を破って、登場するボスなど、演出面にも光るものがある。敵の同時出現数は最大4体で、多すぎず少なすぎずといった感じ。囲まれた状況を打破し、一方にまとめた敵を、なぎ倒すベルトスクロール ACT ライクな楽しさがしっかり味わえる。原作より少ないものの、SFC 版、ファイナルファイト、などが、最大3体であることを、考えれば十分な数だろう。また、処理落ちの発生頻度も、低め。
BGM は夏目芸でおなじみの岩月博之氏が作曲し、いずれもテンションの上がる4曲揃え。しかも、ステージ間での使い回しがないどころか、ほぼ全てのボスに専用曲が用意されており、総数は23曲に上る。原作に忠実なストーリー。独裁者バンズラーを暗殺するため、マルク率いる革命軍が、アンドロイドを開発し、敵陣に送り込む。そして最後はエンディングのネタバレ注意。プレイヤーの分身たるアンドロイドは無残にも、自爆させられ、マルクが次の独裁者になる、という救われない結末も、同じ。しかも微妙にぼかした原作、と、違い、マルクが第二のバンズラーとなったことを、明言している。賛否両論点。原作ファンにとっては受け入れがたい変化の数々。グラフィックやゲームシステムが大きく変更されたことで、原作のダークな雰囲気が薄れてしまった。この点を受け入れられるか否かで、原作ファンからの評価は二分されている。原作の代名詞たる名曲、ダディ・マルクを生んだズンタタは本作に一切関わっておらず、BGM が全て新規のものとなっている。そのため、方向性の変わった BGM に違和感を覚えるファンも少なくない。ただし、曲そのものは評価点で、述べた通り両曲揃えて、ストイックなゲーム性ともマッチしている。二人同時プレイ、戦車をはじめとする一部の敵、ダメージを受けると機械の肌が、剥き出しになる演出など、原作の魅力的な要素がいくつか、削除されている。原作の三画面筐体を、活かした演出に関しては、ハードに合わせたスケールダウンの、常としてやむを得ない部分ではある。ラスボス戦が特殊。ある攻撃でなければダメージを一切与えられない。その上ノーヒントであり、何をすればいいかわからず積む可能性がある。武器アイテムが存在しない。回復アイテムと短射程の投擲アイテム、バイク、コンテナなど、ハールがアイテム関連の戦略性に乏しい。問題点。原作同様、忍者なのに走れない。一応、各キャラに歩行より速い移動手段はあるのだが、それでもノーコンティニューオールクリアに1時間近くかかる。ステージ、エリアセレクトは裏技なので、知らなければステージ1からぶっ通しである。キャラ性能の差が大きめ。この1割1が全体的に短く、通常攻撃の動作も遅いので射程外から反撃されやすい。攻撃力の掴み技、腹突きに無敵時間がないことも重なり、後半に行くほど火力面で苦戦しがち。さらにラスボスは3キャラ中、最も厳しい戦いとなる、真正面から戦わずに、飛び蹴り、返し蹴り、宙返りをメインとし、至近距離から掴み技や、フィニッシュ技を狙うのが、基本戦術となる。忍者は重量級のためジャンプ、宙返りともに、重く、前後から同時攻撃されると、ボンバー以外での脱出が、困難。そこから、起き上がり直後を、袋叩きにされてサイドダウン、の、ループに陥りがち。素体のデカさから当たり判定も、大きく、一部の攻撃を、しゃがみで透かせない。特にステージのボス、チェンソーブルーの突進切りが脅威となる。着地硬直なしで前進するスピンアタック、下、中距離から密着状態に持ち込むショルダータックル、移動可能かつ最長時間の、つかみモーション、背後に届くヌンチャクフィニッシュ、パワースイングが攻略の鍵。敵に囲まれない立ち回りを覚えれば、くの位置と違って後半も安定する。特にラスボスは3キャラの中、最も戦いやすい。かまいたちはリーチが全体的に長い、対象数1、4体、実質無制限で、
上半身も広いトルネードスローを持つ、しゃがみ高速移動ができる、ジャンプが最も高いなど、総じてクリアが一番楽なキャラとなっている。敵に密着するのではなく、通常攻撃をキャンセルすることで掴むという特徴に慣れてしまえば、非常に扱いやすく感じるだろう。ラスボスも忍者ほどではないが、戦いやすい。しゃがんだ敵が一撃でダウンする。一部の敵はこちらが前に行った途端にしゃがむことがあり、こちらが先手を取ってもかすり傷で済まされてしまうため、戦闘が間延びしがち。回復アイテムについて、サイズにランダム性があり、配置数も総じて少ない。ステージ6に至っては配置なしため、ノーコンティニューオールクリアに運が絡む。壁のない画面端に向けてコンテナを投げると、回復アイテムの出現位置がめり込んで入手不可になることがある。オプションの乏しさ。デフォルトでは難易度選択、ノーマル、ハードのみ。キーコンフィグは未実装。ステージ、エリアセレクトと BGM テストは裏技扱いとなっている。幸い、操作性、ゲームバランスともに良好なので影響は少ない。流血表現が緑に固定されている。原作では人間の血が赤く、アンドロイド、ロボットは流血しない。一方、本作の血は人間、アンドロイド、ロボット、生物兵器のいずれも緑なので違和感がある。海外版では流血表現そのものが削除されている。スコアが形骸化している。ステージクリア時の残り体力、タイムや体力マックス時の回復アイテムにボーナスがつかないため、プレイヤーのテクニックで稼ぐことが困難。ハイスコアを出してもネームエントリーはできず、スコアの最新値、最高値がタイトル画面上部に表示されるだけ。それらの記録も電源を落とすたびに消えてしまう。スコアはゲームオーバー時にリセットされる。仮に競争とすれば、ステージごとに制限時間を逆算し、無限脇のナイフアーミーをひたすら狩り続けた上で、スコアの証拠を取る必要があるだろう。総評、忍者ウォリアーズのリメイクとして見た場合、ほとんど原型を止めていないと言っても過言ではなく、馴染めない原作ファンにとって黒歴史的な作品であることは否定できない。一方で、リメイクという枠から外して単体のゲームとして見れば、職人的なゲーム作りの夏目に違わず、非常に出来がよく、多くのファンが存在する。本作はゲームとしての完成度を高めた分、リメイクにおいて重要な原作再現度を大幅に切り捨てるという奇遇な例である。上記の内容ゆえ、原作ファンにもろ手を挙げておすすめすることはできないが、原作を知らない新規プレイヤーであれば手に取って損はないゲームと言えるだろう。余談、出荷数は定かではないが、ワゴンセールで捨て値を見かけたという報告の多いソフトである。やはり原作ファンにとっては受け入れ難いリメイクであったということだろうか。ただし、後に再評価された影響か、今も捨て値で売っている点はまずない。むしろ、中古 SFC ソフトの中でも入手が困難な部類にいる。概要、AC ゲーム、忍者ウォリアーズのリメイク作品。発売元は原作同様対等だが、開発元は職人的な良作を多数やから出することで知られる夏目であり、原作スタッフは関わっていない。ゲーム内容についても、ベルトスクロール ACT のような戦い方への変化をはじめ、様々なオリジナル要素が加えられており、原作から大きな変貌を遂げている。消しゴム意見。忍者ウォリアーズとは全くの別物。
これが、この作品をプレイしてすぐに、脳裏に浮かんだ言葉です。作品のジャンルは、ライフゲージ性横スクロールアクション。複数のエリアで構成された8つの、ステージ、難易度は2段階、コンティニューの時に使用キャラの、変更が可能で回数制限なしと、ストーリーや世界にを除いて、忍者ウォリアーズの面影は、ほとんどなくなり、プレイスタイルもゲージを貯めて、特殊攻撃を仕掛ける、ボタンとレバーの組み合わせに、応じて様々な技を繰り出す形に、変化していました。特殊攻撃を使う際、消費するゲージには時間の、経過とともに止まり、キャラが転倒すると空になってしまう特徴があるため、ガードで転倒を防いで特殊攻撃で、反撃する、ガード状態でジャンプして、前方に宙返りした時、敵の攻撃を受け付けない特徴を、利用して宙返りで敵との、間合いを詰めるという具合に、ガードと宙返りの使い勝手は、運を抜いていました。他にもエリアごとに難所がある、6ステージから一気に難易度が上がりそう、制作者の工夫は、ところどころで見られました。宙返りとガードの使い勝手が、良すぎたことが響いたため、評価は、良い、です。モロッチ、意見。総プレイ時間、8時間。良い点、前作より技やアクションが、多彩になった。悪い点、かなりファイナルファイトを意識したシステムに変更されたが、ステージに奥行きがなく、横スクロールアクションなので、成功しているとは思えない。前作では作品の売りの一つだった BGM が今回は、いまいちパッとしない。期待していただけに残念。ハードスペックの問題もあるかもしれないが、他のスーパーファミコンのアクションゲームと、比べてもかなり挙動が遅く、イライラする。スピード感がない。総合評価、キャラクターを3人から選択できるようになり、つかみからの投げの導入等、かなりファイナルファイトを意識した改良がされた今作。確かに元々の作品が、アーケードの大型筐体であり、その売りはボビソニックを使った音響演出であり、ディスプレイを3画面使った大型筐体特有の、迫力だったわけなので、家庭用オリジナルとして開発された今作において、ゲーム性部分ですでにヒットしている有名作品を、参考にするのは正しいのかもしれない。が、個人的に箱のアレンジは成功しているとは、思えない。なぜならこの作品はベルトスクロールアクションではなく、横スクロールアクションだからだ。例えるならファイナルファイトではなく、スパルタン X なわけで、奥行きがなく縦軸移動がないこの作品で、それ等が可能なファイナルファイトのシステムをそのまま真似るのはいくらなんでも、短縮的。ただひたすら横に進むだけの作品なので、いくらアクションが多彩になり3人のキャラを変更するたびに攻略法が変わりといっても、やはり飽きるのは早く、あまり奥深さを感じられませんでした。せめて前作レベルの BGM だったら曲切ったさで遊べたんだけどなぁ、おろ、意見。アーケード版で特徴的だった、ゲームを送っていた音楽が再現されていなかったため、発売当初は酷評されたが、アーケード版と違い、音楽に食われないゲーム性で勝負した SFG 版忍者ウォリアー、忍者ウォリアーズ、アゲイン、別物と割り切って評価した方が良いだろう。続編ではなく舞台設定が一緒のパラレルストーリー。カプコンのエイリアン VS プレデターの影響が濃い、はっきりとした個性を持つ3体のプレイヤーキャラから使用可能で、オーソドックスな性能のくの1ではなく、全く連打が効かない鈍重な投げキャラ、忍者や投げが存在しないフレームむき出しのキリングマシーン、かまいたちなどの方が使いやすいあたり少々趣味的な調整がされています。同軸仕様の敵と戦う内容は前作と同じ、飛び道具が消えジャンプのボタンで、Eゲージ消費技ボタンが追加された3つボタンで操作、前作と違いレバーとボタンとの組み合わせで多彩な攻撃方法が演出可能です。コンティニューが無制限なため家庭用らしくゴリ押しでも十分遊べるが、アーケードゲームライクな内容の難易度ハードに加え、プレイ感が全く違うキャラが3体もいる応援であり、答えのある良作に仕上がっています。
ただし、あまり掘り下げようとしないわば、普通のプレイヤーにとっては、コンティニューでクリアした後に、何も残らない退屈なゲームだった可能性もあるかな。個人的な不満点はただ一つ、二人同時プレイが不可能、なこと？革命の裏で暗躍する殺人使い、反転キックで華麗に宙を、マークの位置や回転する派の、ような構えたちはかな、自覚こよえんで、慣れたプレイヤー同士で遊んでみたかった。インフェムニア、意見。元祖のアーケード、AC、ハントは、違い、投げ、や、全体攻撃、ボンバー、などが、追加され、どちらかといえば、ファイナル、ファイト、や、世界にやボスキャラは、キャプテンコマンドー、のようなノリの、アクションゲームとして生まれ変わって、います。元祖よりは SF 的な雰囲気が、強くなっているかも。ですが、これが、かなりの妖芸で面白いです。タイトンの SFC ソフトのほとんどがそうですが、開発は夏目です。この作品でも本当に良い仕事をしてくれています星。今回は3タイプのキャラクターから選んでプレイできるのですが、元祖 AC 版とは全く違い、キャラによって性能や技が異なりますので、魅力的ですし飽きません。難易度がやや高めなのも、逆に言えばそれだけやりがいがあるということ。音楽も良質、できれば、多少アレンジされてもいいから、元祖の曲が一曲でも、流れて欲しかったけど、単純な横スクロールの、アクションにしては、様々なゲーム、演出が用意されていますので、プレイしたら絶対にクリアしたくなるはず。あえて言いますが、名作、で少し、嬉しい裏技もたくさん用意されています。米印アクションが多彩で、キャラクターによって多少、操作方法が異なりますので、できれば説明書がある方が、良いかもしれません。あるいは攻略サイトを、参考にする方法もありますが、生まれ変わった。ザ・忍者ウォリアーズの世界、皆様もぜひ楽しんでみては。オフケイナスって87、意見。バングラー暗殺を引っ下げ、忍者が装いも新たに帰ってきた。前作はクールでドライなゲームだったが、本作は逆に熱い仕様だ。怒涛のごとく押し寄せる敵を武器で切りつけ、蹴り飛ばし、抱え上げて放り投げ、ゲージがマックスになればボンバーで全体攻撃を見舞うことができる。 BGM もいい曲が多い。とにかく人海戦術で向かってくる敵の軍団にボロボロになりながらも、あいにく本作はキャラが傷つけられると覚悟くらいのメカが露出しないが、ストイシズムの精神を持って耐え忍び、ひたすらバンズラー打倒を目指すノリは健在なので、ファンなら安心のはず。村人、意見。初代よりはグラフィックや効果音もよく、攻撃の種類も増えたのは良いが、相変わらず横軸にしか動けないのは遊びにくいと感じた。また、残機がなくコンティニューするとステージの最初に戻されるのは遊びにくすぎると思った。
you
Thank you.